日本語ではサッカーが好きと言いますから、これをそのまま中国語にして喜欢足球って言いがちですね。そうですね。日本語と違い、動詞を入れて具体的にはっきり伝えるのが中国語の特徴です。単純にサッカーが好きではなくて、見るのが好き。つつも迅速な避難が必要な場合にはすぐに行動できるように備えておくことが求められているんですよね、はい、で具体的には、寝るときにはすぐ逃げられるように服装のままで子どもや高齢者など同じ部屋に集まること、うん、で枕元には非常用持ち出しの袋や靴で、冬は防寒着なども置いていくことも必要になります、うん、また震度6弱以上の揺れが想定される地域